医療・介護の人間関係作りたいクローバーこと山田智子です。本日もよろしくお願いします。本日も昨日に引き続き、つい 2,3 年前まで電話口で名前を名乗るのもしどろもどろだった状態の私が、人前で話せるようになったわけについてお届けしたいと思います。原稿があっても言葉に詰まる、話し始めの言葉が出なかった私が、動画を撮ってアップする程度に話せるようになった、そのきっかけ3つについてそれぞれ少し詳しくお話しします。 1. 人が見てかっこいい自分は丸、恥ずかしい自分は×という、独りよがりの採点をやめたこと。職場、私の以前の職場は病院です。その職場でのスタッフ同士、患者さんと業者の方と、そんなやりとりの場面でもよどみなく落ち着いて話している、話せている姿は人から見てもできる人でかっこいい私。逆にしどろもどろで身振り手振りが大きくなってスマートに話せていない私は、人から見られたらみっともない恥ずかしい私。恥ずかしい姿は見せたくない、隠してしまいたい、そんな気持ちが常に先行していました。相手に伝えたいこと、伝えないといけないことが伝わっているのかは、極端に言えば二の次だったと言えるかもしれません。相手が何を知りたいのか、何が分かりづらいのか、そちらへの配慮は後回しになっていたような気がします。ちっとも話を聞いている相手の立場から考えていなかったのです。資料を用いたり紙に書いたり、時には身振り手振りもと、話す以外で伝える方法を一緒に用いてもいいんじゃない、そんな風に受け止めるようになりました。2つ、自分が話す時にドキドキし始めたら、わあ、ドキドキしてきた、プレゼンの神が降りてきたと思うようになったこと、心臓の鼓動が大きくなってきたことが自分でも感じられます。脈が速くなってきます。そうすると、以前はああ緊張してきた、落ち着かなきゃと、緊張してはいけない、緊張していることを周りに悟られてはいけない、そのような感じでした。そのためさらにプレッシャーがかかり、ますます緊張していました。今でも体の反応は同じです。そのドキドキを今では、ああいい感じ、神様が今日も降りてきたと、プレゼンの神様をお迎えする準備のように感じる私がいます。3つ、自分が話しているときに見られている自分への意識ではなく、話を聞いてくださっている方を見に行く方へ意識する方向を変えたこと。これは1つ目とも似ているのですが、以前はわあみんなが見ていて嫌だな、変なところ見られたくないなと、見られている私ばかりを意識していました。何が一番大切かというと、相手に理解してもらうこと、相手に伝わることなのに、相手がどんな様子で聞いているのか、どんな表情をしているのか、ちっとも意識が向いていませんでした。少しずつ顔を上げて聞いてくださりありがとうございます、ニコニコと優しい表情で聞いてくださり嬉しいです、うなずいてもらえるとホッとします、ありがとうと、聞いてくださっている方に目を向けるようになると、自然に意識もそちらへ向かうようになったのです。そうすると面白いもので、人はこちらが思うほど話を聞いていないことに気がつきました。どうかすると居眠りしてるという方もお見受けします。このように独りよがりの採点をやめる、緊張を違う面から捉える、こちらから聞き手を見に行くというように、テクニックより自分の意識、考え方をちょっと変えただけなのです。実は昨日ちょっと言葉に詰まった時もありましたね。その時、意識の向きはどちら？と教えてくれるサインだと思い、その後
向きを利き手に変更することができました。昨日と今日の話が人前で話すことが苦手という方にとって何か小さなヒントになれば幸いです。今日もありがとうございます。